おはようございます、黒三つ葉です。ということで本日はですね、6周年の記念放送の方で情報が公開された重心化会について話していこうかなと思います。で、重心化会っていうのは何ぞやっていうことなんですけど、まあ重心化より1個上の進化形態になります。で、この重心化会には3つ特徴の方がありまして、まず1つ目が、最大レベルが120になります。まあ、攻撃、HP、スピード、友情コンボの威力の方がレベルによってね、上下しますので、そちらが総上げになります。例えば、ガブリエル重心化だと99レベルと120レベルでこんくらいステータスに差が出てきます。続きまして、超線形というものがつきます。まあ今までね、バランス型、パワー型、スピード型、砲撃型とあったと思うんですけど、それに超がつくという感じになっております。まあ、効果は一覧で出すとこんな感じですね。例えば超パワー型とかがですね、デクの重心化についたりすると、まあデクのスマッシュですねの初動の部分でおそらく攻撃力が 1.2 倍されるので、まあ、デクの SS が今までよりさらにね強化されたりするんじゃないのかなと思います。あとは超バランス型とかはね、ハート強化の実と組み合わせとして良さそうですし、超スピード型もね、壁に触れた時にこれがどれくらいスピード上がるかわからないんですけど、まあ、雑魚処理とかね、一筆書きとかしやすくなったりするのかなとか、超砲撃型はね、誘発された時の威力が 100% に上がるので、まあ、今まで爆発の友情コンボとかで誘発された場合は、まあ、威力がね半減してしまっていたんですけど、まあ、この超砲撃型を持ってるキャラに関してはそれが等倍の威力で出るよっていうものになってます。まあ、どれもかなり魅力的ですよね。で、最後3つ目ですね、コネクトスキルというものが追加されます。で、このコネクトスキルなんですけど、一定の条件を満たすことによってアビリティのようなものが付与されるっていうものになってます。今回ね、先駆けて実装されることになったゴッドストライク列ですね、こちらが重心化界のキャラになるんですけど、このキャラについてるコネクトスキルが超マインスイーパー、発動条件の方が自身と種族の異なるキャラが2体以上ということになってます。で、このコネクトスキルなんですけど、アビリティではないのでアビロックの対象外になるみたいです。で、さりげなくこのゴッドストライク列が発表されたんですけど、めちゃくちゃ強いですね。友情コンボだけ取っても8方向レーザー EL とサイドダブルエナジーサークル L なんで、これがレベル120の状態で使えたりしたり、あとは属性倍率も超バランス型っていうことで今までよりも多くもらえるので、友情コンボだけでも使う価値あるんじゃないですかね。うん。で、今までの重心化のキャラたちもレベル上限120にすることのできるレベルの章っていうアイテムだったりとか、あとは超線形に変えることのできる線形の章っていうものも今後ねどんどん配られていくみたいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、コネクトスキルが割といいんじゃないのかなと思いました。なんか例えばこのコネクトスキルを発動させたいからこのキャラ入れようみたいな感じで、今まで使われてこなかったキャラたちもなんかコンボ的な使い方、落ち駒みたいな使い方で結構今後ね使われていくのかなと思うので、今後どういったねコネクトスキルが登場するのかっていうのが楽しみですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。